はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは、スージローカンナでございます。それでは本日やりますゲームはこちら、金玉キラキラ金曜日。亀と和解します、じゃあ。パパ、開けてよ。大変なんだ。パパ。大変そうやな。パパの方が大変そうやと思うけどな。僕の金玉がキラキラ輝いてるんだ、金曜日だからね。なんか怖いよ、パパ。僕の金玉はユーマかもしれない。何言ってるんだ。宇宙人が僕の金玉に乗り移ってるんだ。パパ、トイレ変わって。トイレ変わって欲しいだけじゃん。でも、金玉って言いすぎじゃない？ええけど。パパ、昨日からちょっとトイレで金玉してるじゃん。パパ。心が、なんか忘らってるんじゃん。トイレで一生懸命金玉、広いとこでやりなさい。剣玉ブラブラ金曜日してる場合じゃないんだ。こっちは金玉キラキラ金曜日なんだよ。何を言ってるんだい、君も。またサブローやって。風のまたサブローだね。何が金玉キラキラ金曜日だ。木でも触れたのか、パパに言われたらしまいやな。父さんは剣玉プロになるんだ。そのために一番集中できる心地よい狭さの場所がトイレくらいしかないんだ。まあトイレってそういうね、感じしますけどね。わかりますよ。適度な広さ。わかりますけどね。ちょっと人ワンワンないわ。パパが言ってることはコロコロ変わる。この前は美少女 VTuber になってバズりたいとか言って、お金出してアバターまで作ってもらったのに全然活動しないじゃん。いろんな方面に刺されそうな言葉を吐くな、君は。ちんたろうよ。パパは気づいてしまったんだ。ケンタマではバベニクおじさんでも何でもよかったな。何でもよかっただと。パパはチヤホヤされたかっただけなんだ。じゃあ、ケンタマでいいじゃん。だったらトイレから出てこい。この、認証人欲求、ハゲ、デブ、モンスターハゲてない。デブでもない。モンスターではある。甘い夢、シルク、知事のバベニクアバターの名前の R18 ファンというハッシュタグにエッチアイを大量投下するぞ。息子くん、いいんか？パパやぞ。中の人、パパのエッチな絵を描くんか、お前は。いいのか？リアル息子にエッチな絵を描かれてしまったって言うのか、おらん？いや、まずリアル息子にさ、リアル息子の方は大丈夫なの？メンタル、それ。僕は神石だから、何シルクやったっけ？甘い夢じゃなかったよね。フルカラエロエラスを何時間もかけて描いて描いたんか。描いてしもうたか。イラストはすごいバズり、パパの有名になった。おー、そうか。書いてくれ、うちのも。天井の絵は僕が小さい頃に落書きしたやつは、パパの絵、うまいね。天井、なんで天井にしたのかな。自分でもお気に入りだ。じゃあいいや。銀玉は以前キラキラしたままだ。パーリーない。僕自身がミラーボールになるのもいいかもしれない。でも、わいせつで捕まるよ。銀玉ミラーボール。なんか、なんて前衛的だ。まあ、前衛的ではあるね。アバンギャルドが過ぎるよ、坊や。味玉いつの日かミラーボールになれたのなら、その輝きでパーティーピーポーたちを照らしたい。味のある金玉になりたい。そして、楽しい金曜の夜のフライデーナイトフィーバーを演出するんだ。それでまずキラキラと輝いておくれ、僕の金玉。お姉ちゃん。チンタロのキラキラ金玉お父さんって本当にこんなことしていいの？お姉ちゃんがさ、両手のドリルでさ、まだ用途の違うドリルですことね、両腕同じドリルじゃないよね。私の力、こんなことに使いたくないんだけど、お姉ちゃん的にも嫌や。力持ってんねんな。いいのよ。あれはいずれ世界の脅威となるより、お母さん。あの子はまだ知らないのよ。自分の金玉がキラキラしている理由。知らないし、知らなくていいのよ。あいつはすでにミラーボールになりたいという思いに取り憑かれ始めている。あいみんなとかしなければどうしたみんな。あいつが、キラキラ金玉の持ち主がミラーボールになったら最後、人々は狂ったように踊り続ける。まあまあ、それはそれでいいんちゃう。それに照らされている限り永遠にな。怖いな。精神的な攻撃ないな。それがあいつの金玉に宿った。プレミアムフライデーの脅威で怒られろ。金玉キラキラ金曜日やないか。早めに手を打とう。糸目が狂ってしまう前に。渡さないぞ。僕の金玉は渡さない。僕はミラーボールになるんだ。パルピを脅かす仕事をするんだ。脅かしたって脅かしてはないわ。ごめんな。ジン太郎、お前も美少女になるのにか。ミラーボールになるよりそっちの方が楽しいぞ。うん、楽しいぞ。美少女は楽しいぞ。
ら、暴れクソ野郎って言われちゃったの。え、他のバビ肉おじさんとイチャイチャしてた。うん。ママに言いつけるから、ママ、なんでそんなことまで知ってんだ？ちょっとあた、まさか。VR チャットでバビ肉おじさんとイチャイチャしてるの。あ、同じバビ肉おじさんだったらいいんじゃないですか？次に VR チャットに行くときは私も連れて行ってって言ったでしょ。おじさん同士のイチャイチャを生で見たかったのに。あ、お母さん、意外と寛容なんやね、いろんな方面に。私はダーティーのおじさまと若手社員のリーマン BL がいいな。お姉ちゃんもこじらせんね。ミラーボール、ミラーボールこそこの世の断りなり。神とあいつよ、仕事負けに合う。何言うてるやん。毒な掃除に並んでや。おお、毒な掃除。あの子逃げちゃったか。みんな追いかけるわよ。まったく手がかかるんですかね。変身。お前の金玉、いただけ、怖いよ。怖いよ。ラージサムネ？まさか、この女が、その素質を、ハッピーに処理するしかない。絶対勝てらんよね。ジャパニーズサムライショートよ。私に歯向かうなんて、一億光年早いわよ。しなはったらよろしおす。一億光年は距離だからな。光年は距離だぞ。うわぁ！何？この輝きはまさか。でっけえ。でっかくなっちゃった。あら、そんなに大きくなって、ママ嬉しいわ。どうしてそんなに大きくなっちゃったんですか？えへへ。でも、金玉はほら、でっかくなったよ、多分、キャン玉も。取られちゃった。こうして僕の金玉は、ママの手によって僕の体から切り離された。害はないんかな。いろんな方面で害あるけどね。ママによると、僕のキラキラ金玉は人を狂わせるらしい。そうかい。君の左腕はもう狂っているよ。鬼の手でもないね。子供が作れなくなったのは残念だけど、世界を守られたのでいいと思う。なんて、立派な考え方だ。そしてこの物語は終わりをつけた。なぜなら酔っ払ってこのゲームを作っていた作者が、飽きたと言い出したからである。じゃあ仕方がね。プレイありがとうございました。作者が作ったこのゲームはもっとまともなので遊んでみてね。はい。はい。はい。というわけで今回はですね、金玉キラキラ金曜日というゲームを遊んでみました。皆様もキャン玉がキラキラ輝き出したらミラーボールを目指してみてはいかがでしょうか。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。せい、バイバーイ。